ゆうなんはてなってゆうなんだわちょっと用意する。こんにちは、ありがとう来てくれて。ちょっとゆうなんは用意をするよ。ゴールデンウィークですか、もしかして。もしかしてゴールデンウィークなの？世間は。私もゴールデンウィーク。珍しい時間でしょ。みんな何してるの？ハートがたくさんついたお洋服です。ここしか見えないけどいっぱいハートがついておりますこれからノイミーさんのターンです。良すぎ、なんで私も連れて行ってくれないの。良すぎですね、それはもう。カンさん、チンチョウゲさん、まえちゃん、ありがとう、ギフト。そう、珍しい時間、わ、来てくれてありがとう。かわいい服、嬉しすぎる。いいな、トヨタの中さんの直筆。なんで私には当ててくれないのでもこのゾーンに入ったらもうダメですから。いいですね。今日はどこですっけ、ナイミーさんのツアー。誰なん言うな。そう、お昼休み、そう思った。その時間帯でしょう。12時から1時はなんか休みの時間っぽいなって思ったよ。こんにちは。ちょっと用意できたらちょっとだけ映るね。こんにちは、ゆうなん、こんにちは。こんにちは。わ、またコメントがバグった。もう最悪。みんなにはさ見せられないけどさ、またコメントが20になったよ。コメントが重なっちゃった。コメントがバグった。出発はまだだよ。めっちゃコメントが読みづらくなっちゃった。なんでだろう。みんなにも見せたいよ。今ね、ショールームがすごいことになっとるんよ。ちょっと写真撮って見せよう。みんなに。みんなに見せる。ちょっと待って。コメントがね、ちょっとピント合ってほしいな。なんかコメントがバグっているんだ。ちょっとビデオで撮ってみせるわ。スマホ、ほらバグってるの。ちょっとみんなに見せよう。あ、スマホ回転させたら治る？いや、治んないんよ。これさ、スマホ回転させるやん。そしたらもっとバグるんよ。もうやべえことになってるから。え？こっちのスマホの様子もおかしい。大丈夫？ゆうなん。ちょっとみんなに見せるね。サイザイさん、ありがとう。
カミリアケイさん、クッキーありがとう。しんちさん、ハートありがとう。ハヤトさん、ありがとう。バロプンテさん、ありがとう。クモハ、金のハートありがとう。クンさん、金のタコありがとう。タイピエンさん、ハートありがとう。待って待って、なんか やばいよ。ウエモン、金のタワーありがとう。どうしたの？ちょっと今ショールームバグってるから、ちょっとさ、ちょっと今ね、ショールームがさ大変なことになってるんよ。ちょっと見て、もうほらさ、私の今画面こんなことになってるからさ、ちょっとちょっとさ、今はちょっとやばい。なんかスマホがこうなってるんよ。あのすごいねバグってて大変なことになってるの。ありがとう、上マン、ありがとう、嬉しい、ね、チクピーだ、見たよ上マンのやつ。ありがとう、またお礼する、ありがとう。あ、ミラーボールもありがとう。あ、なんだなんだ、お台場チクピーお持ちしております。嬉しすぎ、ちょっと楽しみにしておいてください。2部1部どっち、どっちもコメントにしてもね、これ動かしても直らんのんよ。もうバグっちゃった、この前なったけど縮小できたよな。スマホ再起動したら直るかな。でもさ、まあ読めるっちゃ読めるからさ、まあいいかな。え、みんなもなったことない？やばいよこれ。もう自分の顔見えない、自分の顔見えなくなってる。あ、昼飲み？そうなんだ、ちょっとじゃあ会おうね。ありがとう、片目界隈。配信しないのでやばい、それな。私よくなるんよね、この画面。めちゃくちゃ3回目ぐらいこの画面になったの。もうみんな私のさ配信がバグったら、もうさみんなもさバグってくれたらさ同じ気持ちなのにね。なんで私の配信だけバグっちゃうんだろう。寝起きだけど。もうお話し会楽しみすぎてやばい。え、嬉しい、みんなもお話し会楽しみ、私もお話し会すごい楽しみ。あー、嬉しすぎる。明日までかな、受付が。ありがとう。スマホの再起動たまにさせる。え、この前充電なくなってね、勝手に再起動してたよ多分。だから、あ、ちょっと待って、ウエマンさんのタワーをスクショ。金の熊タワーありがとう、一瞬つろう。ウエマンありがとう。またお礼するよ。タイピエンさんありがとう。バーバブさん、カワさん、しんいちさん、アワオさん、タケシーさん、金のだるまありがとう。トニーさんありがとう。金のハートありがとう。おはよう、どの日かも目指すか教えてね。ちょっと待って、もっと映って、ちょっと準備をしながら配信の予定だったんですけど、やっぱりショールームをしながら準備というものはちょっと私には難しかったかもしれない。だからちょっとめちゃくちゃ引きで映る、メイクもしなきゃなんです。この辺で配信しようかな。めちゃくちゃ引きで。
日程ですよね。話し会そう、色素薄い系、色素が薄いからまだ肌はやりたくないな。宮城さんありがとう、 NT さんありがとう、ひららさんありがとう、金のだるま、いもちゃんありがとう、さんいちさん、なんだこれは、優勝ありがとう、嬉しい、ありがとう、優勝優勝、さんいちさんありがとう、那須野さん金のだるまありがとう、こんにちは、こちらは私の X です。お話し会の日程、あ、8月31 9月23 10月27 11月30 7月7、うーん、9月23 今私は狙いを定めた、9月23 9月23、一回来てほしいな。あ、初訪問の方ありがとうございます、ありがとう、うん、おすすめ日あの特にな、あの誕生日でも特に私の記念日でも何でもない日からこそあのたくさん来てほしいっていう理由で定めたそういう理由で。でもいろんな方にもたくさん日にちが合うときに来てほしいな。ちょっともう一回見てみよう。でもオンラインのお話し会のおすすめはその日にしようかな。10月27はハロウィン近そう。11月30もいいな。でも9月23かな。そう、なんでもない日スペシャル。なんでもない日スペシャルにしよう。そう、9月23。ユナン記念日やばいな。ユナンはすが可愛いよね、嬉しい、ありがとう。じゃあもういっぱい写っちゃう、イエーイよしくん、やじうまさん、矢島さん、金のだるまありがとう、 TM さんありがとう、千万両マックさん、金のだるまありがとう なんかめちゃくちゃコメントがありがとう、全部見通してると思う、あの嫌で飛ばしてるとかじゃなくてすいませんあ、ユナへの手紙を書いてたら嬉しすぎ、めちゃくちゃ前のコメントを読んで戻りました。ヒロで乗り間違えた、あるあるじゃない、広島ヒロで、私もすごい乗り間違えるよ、たまに乗るけど、マジでヒロデンの仕組みが分からんけさ、3回ぐらい乗り間違えたことある。
もうほんまに焦る。しかも広電はやばいです。ちいかわの便箋かわいすぎる、かわいすぎる。なんで見切れなん。いやそれな、なんか色素が薄くてなんか顔全体のなんか色がなくて、顔の色がなくて、なんかちょっと心霊現象みたいになるから映ってない。前髪やろうかな。じゃあ前髪やったら映る。前髪岡山の路面は難しくないよ。ちょっとさ、みんな見てよ、ショールームさ、みんながさめちゃくちゃさ応援してくれてさ、見て、1位石原さんいっぱい届いたんだよ。パックとかも届いたし、クッキーの缶とかたくさん届いたんだ。そう、見てこれすごいね、1位石原さんそう、ありがとう。また後で紹介する。もう石原さんっていっぱいあって、また写真撮ってそう紹介したい。たくさん応援してくれたから。クッキー缶も届いたし、クッキー缶はちょっとでも食べちゃった。レッスンの時にね開けたんよ。そしたらみんな狙ってきたよ。みんなで食べた。そう、皆さんが応援してくれたこの今も白熊ちゃんのアバターとか制服のアバターとか配布してるんだけど、そのキャンペーンのあのお品物がたくさん届きました。この間2つのキャンペーンまとめて届きました。嬉しすぎる。そうレッスンの時にクッキー、レッスンの後お腹空いたからちょっと開けてみたら、そうみんなでちょっとみんなと食べた、ちょっとだけあ前髪でショールーム映れるか映れないか決まるかもしれん。はい、もう映れます。これショールームに金さん、金のハートありがとう。そういっぱい届きました。なんかギフトカードみたいなのも届いたけど、それは見せられないかけど、そのチークいる？血色なくて、めっちゃ血色ない。そう、あの直接レッスンだったからすごい、優勝がすごい。そうショールームさんからお届け物、これクッキー缶、クッキー缶です。このこれに入ってきてた。じゃあちょっと、なんか見て、私の配信、なんか鳥がいるみたい。動物は飼ってないです、ちなみに。鳥の羽、違うけどね、毛糸だけどね。ピラニアやばい。あ、じゃあ幕張で初めましての時シャルさんって呼びます。楽しみ。お話し会明日までだ、受付が。楽しみだな。
みんなで山分け、そう、みんな応援してくれた方にすごい山分けしたいんだけどさ、ショールームで分け与えわ、なんか分け分けサービスとかあったらいいんだけど、ギマントホール行くのに宇治向かって、宇治な、なんかもう広電は難しい。岡山の市電はめちゃくちゃ簡単だよ、広島に比べたらね。でもこれゴディバまだ開けてないんよね。めっちゃ開けたいけど、これでもまだね、ちょっと、うわっ、見て、ライオンとかがある。また全部一気に写真撮ってから開けたいな。ピノーさんありがとう、ハート、金のハートありがとう。前髪は？わってやめてくれる？そのわっていうのはやめてもらえる？前髪も可愛いようにしてもらえる？5月2日にターン投げ忘れた。え、嬉しい、ありがとう。5月2は何の日？何の日？キノコのかパパさん優勝ありがとう、嬉しい。ゴディバちょうだい。応援してくださった方にも皆さんと食べたいね。そう、ギフトカードも、ギフトカード見せられないけど、見せられないけどね、4枚ぐらい届いているよ。石原さんっていうのがいっぱい。ちょっと待って、ちょっと一瞬だけ見せようかな。いっぱい石原さんっていうのがあります。ありがとうございます、ほんまに。ユニバーさん、木のだるまありがとう。きのこのかパパさん、アイラブユーナの金のくまさんありがとう、かわいい。あきよくさんありがとう、金のだるま。ユナンからじゃない？あ、くしゃみが出そう。そう、天使だから背中に羽が生えちゃって、羽がみんなに見えちゃった。そういうキャラじゃないから、ちょっと やめてもらえる？そう、私ちょっと天使すぎて、あの、背中に羽が生えちゃってみんなにバレちゃったっていう、そういうのじゃないからやめてもらえる？あ、でもこれさ、これここにかけた。あ、まあ、来た来た、エモフィルターほら、エモフィルターもうやめてもらえる？ケイトです。そこではいいでしょ。ほら、ありがとうございます、初見の方ありがとう。きのこのかパパさんありがとう、金のハートくまさん、濱家がお坊さんありがとう、金のだるま。そういうキャラじゃないよ。天使でしたか、リアル話し会ではそういう扱いをしますって言われちゃった。これすごいエモフィルターになっちゃう。あの、やめます。ひなさん受け継ぐのはあざとい枠はくるくるさんじゃなかったんですかね。なんかこういう、なんかさ、こういうのやったらさ、こうやってフィルターにしちゃう、エモフィルター。僕の天使エモすぎる、ありがとう、ありがとう。
ちょっと撮影タイム入ろうかな。これちょっとクッキーもこれをこういうリボンだった。クッキーはリンコさんのルームだったら部屋掃除しろのコメントで溢れてたってやばい。部屋掃除してますハマイゴーゴーさん、木のだるまありがとう。雨？今日雨なの？あ、え、天気悪いみたい。でもショックです。洗濯物が干せません雨降ってるのか。あざとい枠はね大丈夫かな。3期はあざとい枠は、3期生のあざとい枠は多分結構いると思ってる。だから外見てないことがバレた。そう、今日はまだ外を見てないから雨降ってるかどうかもわからない。ユナツンデレ枠ですか。わからないでもツンデレって言われる。できた、戻せた、クッキー缶戻せた。よし、いろいろ、あ、来た出てきた、石原クッキー石原クッキーが出てきた。ちょっとまとめて写真を撮ろうかな。あ、ほら、ありがとうございます。メンヘラ枠やばい。メンヘラ枠でも結構いると思うんだ、3期生みんなメンヘラだけどね。ひーちゃんとかリアチューとかいちごとかゆいなとかみんなメンヘラだと思う。おお、天才じゃん。ファンレターしまえる大きさって天才だね本当に。もうじゃあこのクッキー缶を、クッキー缶に皆さんからのファンレターをいっぱい敷き詰めたいと思います。え、嬉しい、天才のアイディアじゃん。だってさ、だってさ、これもさ、このクッキー缶もさ、ファンの方と一緒にショールームでいっぱい頑張っていただいたやつだし。でもすぐいっぱいになっちゃいそう、この大きさだと。今の、今もあそこにいっぱい置いてあるんだけど、それでいっぱいになっちゃいそうだけど。え、ちょっと入れてみる、入れてみるか。天才だね。でもこれいっぱいになっちゃったらピエンだね。ファンレターいつ送っても嬉しい。日付が合うときに事務所に取りに行きます。クッキー何味？もう、え、でもチョコとかあった。チョコとかあのナッツとか美味しかった、美味しかったよ。本当にありがとうございます。モテクイーンのモテクイーンクッキーだった。
また写真送ります、メールで。クッキーの写真は、クッキーは賞味期限だったから先食べちゃった。いっぱいになったらご褒美にもう一個自分で買うってこと。あ、ハンレターがいっぱいになったらってこと。いいね。原稿用紙3000枚分送って箱に入らない。3000枚分だから3000×400 でしょ。原稿用紙は400文字だから400だったっけ、800だったっけ、400だよね。 400×3000 は、じゃあ計算するか。400×3000 枚分でしょ。1000、1万、20万、あ、120万文字私にファンレターを書いていただけるってことですね。ありがとうございます。待ってますね待ってますね。あ、初訪問の方ありがとうございます。フォローしてくださると嬉しいです。こちらは X です、私の。メロンパンさんありがとう。ね、読書感想文以上じゃん。石原さん、石原さんをいろいろちょっと撮っていこうと思う。でもこれ撮った方が可愛いよな。じゃあちょっと今からこのショールームさんから届いたものを写真撮っていきたいと思います。どっかなんかないかな、なんか背景ないかな。白い背景を求めてる私は今。あ、来た。いや、これでもいいな。でも白の方がいいか。いや、ちょっと今から写真をね撮るよ。ちょっとこういう感じでこういう感じでやっていくよ。みんなには見えないけどね。これはやっぱ記念に写真で撮っておかないと。いっぱい石原さん宛てのやつが。ショールームでいただいたものはみんなと一緒にやっていく。みんなに見えてないけどまた写真撮ったら皆さんに見せますね。みんなに見えてない。これ何のギフトカードだろう。何のやつだろう。これも立派なお仕事。
ありがとうございます。立派です。すごい、すごいです。かわいい。これも開けたいけど写真を撮ってからじゃないと。今ねすごい可愛いことになってるよ。みんなには見えないんだけど、ここにこのようにやっている可愛いよく映るだろう。難しいですね。あ、来たかも。で、やばい、マジ危ない、マジ危ない。こんにちは。よかった、またやるところだった。危ないですね。いつも充電しながらやってるからさ、コードに引っかかっていつも事故っぽくなっちゃうんだよね。アルハートさん結婚してありがとう。無理、ありがとう無理。高堀さんありがとう。昨日だるま、ハヤトさんありがとう。エヘクターさんでやってるかな、ありがとう。事故になっちゃってた。え、私のスマホはどこ？本物のスマホはどこ？私のスマホは？スマホがないです。あった。じゃあちょっと今ちょっと見てて。これ写真撮ったらみんなにまた見せるから。あぶね。え、ちょっと布が足りない。え、ちょっと こちら側の布が足りないです。ちょっと待って、ちょっと待ってね。うん、なるほど。記念に写真を撮ってるよ。この辺につけとこう。石原さん、照明で照らしてみる。そう、これがずっと写真撮りたかったんですよ。これの写真撮らないといろいろ使えないって思って。あ、めっちゃいい。ちょっと待って、みんなにも見せるからちょっと待ってね。めっちゃいいです。めっちゃいい感じになっているよ。何も見えてない。かわいいって見えてないやろ。今ね見せたいけどちょっとショールーム怖いな。今こんな感じでね写真撮ってる。いっぱい
ゆなはいるよ今、記念に写真を撮っているんです。ショールームさんからいただいたので、ショールームさんでショールームをやりながら撮るっていう。でもなんかよし、あ、来ましたよ、よく撮れてますよ。オッケー、取れた、ありがとうございます。回収、ちょっと見てみんな、そう取れた。今ショールームのみんなが見えてない中で行われていたことを、明るさをたくさんできた。ショールームさんからいただいたのをね、写真記念に写真撮ってた。いっぱい、またメールとかで送ります、ありがとう。できた、ゴディバのチョコとか、そんな普通には食べないもんね。隠れて撮るのやばい。オッツーです。なんかさ、雨の日ってさ、結局さ天気悪いからさ、洗濯っていつ回しても同じだよね。どう思う、みんな的に。みきやくんありがとう、いいねってありがとう、こんにちは。バスタオル？そう、光当てて撮ってた、ありがとう。みんな心配してくれてるの。ゆなんてほんまに楽しい人やわ。嬉しすぎるコメントやな、それは嬉しすぎ。足りない衣装ね、僕隊の衣装すごいセクシーなの多いから。一回ね、アイドルなんて呼ばないでよ、最前の列ぐらいから見たんですよ。2列目ぐらいに見たんですよ、リハーサルかな、なんかの時に見てたんだけど、すごいってなりましたね。あ、自分もやってるんですけどね、アイドルなんて呼ばないで。僕隊の衣装すごいよね。すごい。室内干しなら一緒だよね、やっぱ部屋干しとかな。外もだって雨だったら干せないしね。そういや、モテ香水はね、多分この多分ギフトカードの中に入ってると思うんだ。見てみるね、今写真撮ったから開ける。これギフトカード、あ、多分これな気がする。モテ香水はこのギフトカードでモテ香水を購入してくださいみたいな感じな気がするな。これだった、多分モテ香水ね。これも多分そうだし、これもマシュマロみたいなクッションも多分これだと思う。開けたい、
ギフトカードとかショールームで あんま写さない方がいいよあんま写さない方がいい。あ、すごい、すごい、なんだこれは。なんだろう、これは何のやつだろう。スイーツ、スイーツってなんだ。お取り寄せスイーツ、スイーツ、方言、方言出とるっけ。写真撮るセンスがあっていい、嬉しい。あのアイドルなんて言わないでの、泣きす。そう、それでしかやらないから。浴室乾燥、確かに。部屋干し用洗剤とかもあるんだ。レイダン、でもユーナのね、レイダンの衣装めっちゃ可愛いんよ。あのみんなそれぞれ違うんだけど、形とかデザインが。だけどユーナのレイダンの衣装すごい好き。こんにちは、リアルお話し会で。あ、ユーナこれ以上モデル。あ、そうなんだ、部屋用洗剤があるんだ。でも雨の日とか困るよね、梅雨とか。これから梅雨の時期になるし。これも開けていい、このこれもちょっと見てみたい。開封、あ、除湿ね、確かに。でもさ、このマシュマロみたいなクッションあったじゃないですか。それをさ、今この私の部屋に置いてしまったら、もうお部屋のスペースがなくなっちゃう。私のミニマリストにならなきゃ。でも私のね、お家のお部屋のお家の大半を占めてるのが洋服なので、そう、スペースが占領されちゃう。ショールームのクマのぬいぐるみ欲しいよね。ね、いいよね。あのショールームするときにさ、後ろに飾ってたらめっちゃショールームって感じがしていいよね。ショールームのクマさん、おいくら万円でしょう。みんな今日私のお昼ご飯何食べたらいいと思う？じゃあこの中から決めようかな私のお昼ご飯を決めて。朝昼兼用のご飯を決めてください。この中から気分になったものを今日は私は食べようと思いますショールームのクマのぬいぐるみは届かない、届かないですね。でもまだ多分そのショールームのクマさんの、あ、いや、ないザラそばカレーラーメンうどん冷やし中華、そのうちファンの方からの贈り物に洗浄され、幸せなことすぎるな。それ服のプレゼントがめっちゃ来る、嬉しすぎるな。服大好きだから。冷やし中華、カレー、昨日カレー食べたよね。リアチューとひーちゃんとカレー食べに行ったんよ。パスタ、うどんもこの前食べたな。オムライス、まだだから同じの食べよう。いいですね、コメントで
オムライス自分で作る。ちょっと作るのはちょっと作るのめんどくさいかな。ちょっと作るのは今日はちょっとめんどくさい気分かも。冷凍うどんないな。木の実は食べない。キムチ、お茶漬け、たくあん。料理配信はやらない。もう一人で料理しててもさ、焦ってるのにさ、配信しながらとかやったらもう私は大事件が起きそうだよ。あ、岡山県警でもらったカップラーメン全部食べ、2個もらって1個食べた。1個はまだ取ってる。隼人さんありがとう。金のタコさんもありがとう。お菓子 B のサムギョプサル、オムライス、卵がないな。あ、ドラゴンのアバターの方ありがとう。プレゼントはやっぱりフックがいいかって。どうだろう、まだそんな受け付け、研究生は受け付けてないっていうのもあって、まだいただいたことがないので。でもフック嬉しいな。麻婆豆腐、グラタン、おそらくコメントの食べ物食べないと予想。今本当に悩んでて、どうしたらいい。 UFO キャッチャーやるよたまに。あおさんありがとう。昨日だるま、マックいいね。マックいいじゃん。そう、まだ研究してるから、 STU 研究してる、研究生で。マックにいるから言うな。今マックなの。どのようなメニューがあるか教えてほしい。餃子おにぎり TKG。 そう、やっぱ自分で作るっていうよりね、よさそうですね。チキンタツタ、今マック率高いな。みんなマック率高いんじゃない。いろいろ悩みすぎて食べないという選択肢はないです。食べないという選択肢は一番ないですね。すごい、お昼なのにたくさんの方が来ていただいてすごい嬉しいです。ゆうな、メイクしない、もうメイクはいいか、もういいか。もう これもね、そのあったじゃないですか、キャンペーン、ショールームの。これすごい、なんかみんなメンバーがめちゃくちゃ使ってて、めっちゃ気になってたからさ、自分でも買おうと思っとったんよ。だからすごい嬉しいのが届きました。なんかノアミョンも、なんかひーちゃんとか先輩方も使ってて、これウォンジョンヨのパック、マネージャーさん、私のマネージャーさんも欲しいって言ってました。お題変わった。確かに今日のお昼ご飯は皆さんがコメントでたくさん言ってくれたのを食べたいと思いますっていうのを言ってるけど、本当にでもマックドナルドは迷いますね。たくさんうどんとかパスタとか言ってくれてありがとう。白くなるやつか、使ったら美肌になれるかな。メイクのりアップ、なんかよくメイクの前にやってるイメージがある。このパックなんか顔全体じゃなくて四角くなってて、でもパックってね、あんまり重たいから持ち運びたくないよね。だからお家とかでやろうかな。白クマになる、やばい。白クマちゃんバター配布中です。マイケルさん一覧今日一覧に行ったらマイケルさんに会えますか。オキさんおすすめのパック、あ、そうなの。オキさんも、もうし光飛びすぎちゃってて、もう何か分かんない、これ
何これとお豆腐、お豆腐じゃないよこれ、パックだから。あ、お豆腐になりました。これはヨンジョンヨのパックで、これは、あ、光飛びしなくなった。え、しなくなった。あ、お豆腐になっちゃったやばすぎ。発酵しましたね。発酵されました。パック配信はしない、しないかな。ね、肌が、私はね、今年も日焼けをしないように頑張ります。 STU で一番の美白、肌白い枠になろうかな。3期の中だったら結構白いって言われるけど、1期生さん、2期生さんとかと一緒になったら普通な方かもしれないそう、集合写真とかでね見ても白いなって自分でも思う。みんなのすっぴんも見てみたい。不正字だけどこれすっぴんだよすっぴんだよ。こんにちは。これ以上白くなったらもっと好きなんで、これ以上白くなったらもう多分大丈夫メイクとか下地とかで白くなれるから。部屋映らないように。ありがとう。推しになってもいいですか。はい、ぜひともおすすめです。誰推しなんですか今は。ユナ推しでいいと思いますよ。ちょっとおすすめの理由は、はい、ぜひこんにちは、こんにちは、こんにちは。フォローしました。嬉しすぎる。これは推しメンですね。私のことは。大きい会場でも一目で分かるオフィシャルだったら見つけやすい。確かに足とか白かったらね、見つけやすいかもね。晴れの国岡山なのに日差し溜めててるのすごい。もうね、高校の時とかね、もう日傘とか差しまくってたからもう日傘を差しまくってた高校の時は。多分一番日傘してたと思うそう、ユナ推し。あ、そう、1億人にバズれんのっていう番組見てほしいな。ナオミさんの曲とかね。あ、確かにショッピングモールで流れてたらわかる。推してるグループのさ曲とかショッピングモールとか流れてたら嬉しいよね。 STU の曲とかも流れてるの、流れてたら、メンバーといたら、え、流れてるなるもん。嬉しいですよね。あ、1時が来ました。1時の時間ですよ。15分ぐらいにあったら終わりたいと思います。お話し会、お話し会待ってるよ。本当に服の白さと変わらないぐらい白い。これね、でも真っ白じゃなくて、白と比べたら、これは白なんだけど、ちょっとベージュみたいな感じ。みちさんの卒業以外以来晴れの間行けるかも。え、ちょうど私晴れの間出演、晴れの間岡山出身なので晴れの間出るから、晴れの間来てほしいな。前座です。前座とお出迎え、お出迎えと晴れの輪来てほしいな。ヒロさん結婚してありがとう無理、ありがとう無理。
しんちゃさんクッキーありがとう。スーパーで優待離脱とかの芝居流れてたらいいね。優待離脱した経験ありますか？優待離脱、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習次第できるようになるの知ってました？夜も配信する、え、悩むな。ちょっと時間があればやりたいと思います。晴れのは5時からチケット取れました。え、会えるやん、嬉しい。晴れのは 1回だけよね。徳島は、私は徳島と岡山に出演するんですけど、岡山は1回だけな気がする。千秋楽ですよ岡山。そう、岡田で行くよ。岡山の岡田岡田なんて言ったっけ。岡山、そう、路面で晴れの輪は、いや晴れの輪で言うな。グッズ売れるん？え、でもさ、なんか先にさ売り切れちゃったらさ、在庫とか追加なさそうじゃない？どうなんだろう。でもいっぱい、ユナのグッズいかがですかって、ちょっとやってみようかな。でも売り切れたら、じゃあどうしようかな、ランダムグッズとかおすすめ しようかな。こちらどうですかって言って。グッズ売り場は行ったことないから、なんかガラポンはあるけど、一回あのサンタさんの時、クリスマスの時にガラポンは一回あるけど、グッズは行ったことないから楽しみやな。そう、晴れの新しいからね、すごい行ってみたいと思ってたんよね。岡山電気道、そう、それそうそう、ワクストとかあんまり追加されてるイメージがないから、タオルとかもそうだし、だから先に買っとくのもありですね。先にどっかのツアーに行くなら、ユナ本人からユナグッズ買いたい。そうだけどね、私が出演するのは広島が一番、全員出る広島が一番最初なんよね。だから6月ですから、徳島と岡山はめっちゃ最後の方。ね、本人から本人のグッズ買うのやばいよね。そう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 、今日めちゃくちゃ NMB さんのさ、世代交代前夜公演に行く予定だったんだけど、行かなくなりました。ゆいかたんとね、あの世代交代前夜公演見に行こうって話したけど、見に行かなくなりました。また次のチャンスがあったら見に行こうと思います。本当に見に行きたい。もう NB ホテルさん、旧規制さんの、そうそうそう、そういう予定だったけど、確かにこの後お昼ご飯みんなに教えてもらったから、え、もう、オムライスいいなって思ったけど、うどんもいいなって思ったけど、お家の材料から用意しなくちゃいけないんですよね。他グループの研究生と交流はある？え、でも知り合い、お知り合い、なんか板垣小百合ちゃんとはお話ししたことある。あと渋谷さゆきちゃんとか NMB、 それこそ今日世代交代前夜公演に出演されるから見に行きたかったんだけど、 TGC で桜田彩香さんとかいらっしゃいましたね。あやぴょんさん、難波の劇場行ったことあります。
どん一番簡単だけど、うどんその一番簡単なうどんがねないんだよね、お家に。お家ないです。冷凍のうどん買ったことない。発音の方ありがとうございます。ありがとう。みちさんの STU コラボ。冷凍うどん楽なの？レンジでチンしただけで食べれるの？めっちゃ楽じゃん。こんにちは。意識高い、ありがとう。そう、これ取ってあります。すごい、目覚まし時計当たったの。確かに冷凍のうどんすごい便利そうだね。買ってみようかな今度。コンビニのとろろそば。とろろか。とろろ私も好きだけど最近食べてないな。ちょっとさ、ちょっともうなんか次から次へとさやりたいことがありすぎて、なんか部屋がまた荒れてきた。ちょっと落ち着いて、一回言うな。落ち着いて。お好み焼き、そう、食べに行きたいんです。イコラブさんがなんか広島のお好み焼きを食べてらっしゃって、そこに行きたいんですよね。めちゃくちゃ割れたパウダーの直し方ちょっと教えてまたスマホがなくなった。なんかさ、これはなあった。なんかさ、私すごいスマホを一瞬なくすんですよ。なんかで、お家を15分間ぐらいすごい探し回るんですけど、ちょっと待って、パウダーの割れたパウダーの直し方を調べる。あー、 CM が流れる。割れたパウダー直し方。でもなんかこれ本当に、これこの前買ったばっかりだからさ、さすがに捨てられなくて、捨てられないんです。スマホ一瞬なくすぎ、ほんまに面白いね。本当になくなるんよスマホ。だからさ、本当にスマホがなくなる。あ、一回割れたらパウダーはもう一回粉々にするらしい。ふむふむ。あ、ラップでって、ラップでトントンするらしいよ。一回粉々にするらしい、パウダーを。もう粉々なんだけどね。そしてラップに移すみたい。
そう、なんか今やり方をいっぱい調べてる。でもこれまた割れそうだよね。また粉々にしたら。冷蔵庫で冷やす、ありそうだけど。ありそうだけど。でも今日はもう時間になりましたので、ちょっと次の配信で直そうかな。でもこれ粉々にして戻してラップして、でも本当にあるみたいよ。冷蔵庫で冷やすと結構いいらしい。でもちょっと一回やってみていい？パウダーこれまた使いたいからちょっと一回やってみよう。そう、割れたパウダーを直したいけど30分まで終わるかな。ラップがいるみたいよ。粉々にするみたい。もう一回レンジでチンしない。レンジでチンはしない。これが綺麗に直ったらちょっと配信終わる。本当に。うわーすごい。もうなんか粉々以上に粉々になっててすごいんですけど、電子レンジでチンはしません。これすっげ、ちょっと待って、ラップフィルター、エモフィルター、ラップでトントンするみたい。ティッシュの上に出しちゃった、間違えて。5分ぐらいじゃ無理？でも15分、30分ぐらいまでにできたらいいな。目標に25分。もうなくなった。誰なん言うなペンキンやばい。高野さんありがとう。ありがとう。皆さん初訪問の方、アバターが配布中なのでぜひゲットしてほしいです。白クマちゃんのやつと制服の可愛い女の子のアバターです。これで一回うわ、これ手元だけで配信したいな。これそう、白クマちゃんのアバター多い、嬉しい。制服のアバターもぜひ。
そうそう、アイドルスタディ行ってらっしゃい。これもうちょっと待って、パウダーやばいわ、ちょっと無理かもこれ、結構時間かかりそうかも。こんにちは。そう、手をつけたら最後までやらなきゃ。ね、これちょっと配信、これ放置していい？これパウダー粉々のやつちょっと放置していいですか？ね、次回に続こうかな。佐藤さんありがとう、たくさんだるまとか金のハートありがとう。ペンさん金のだるまありがとう。高直さんありがとう。しんちゃさんありがとう。ではでは、ちょっともうこれは次回に続く、結構時間かかりそうだから、壇上読んで終わりたいと思います。性格的にもう二度と話再開しなそう、ほんまにそう、これ途中途中で諦めちゃう、最後までできない。じゃあ終わりますもうこれ大変、今もう映せない、急に終わるやん急に終わるやん。できたら、うん、メールでまた今日のお昼ご飯何食べたかとか送りたいと思います。なんでなんてめんどくさいことをしちゃったんだ私は。あるある、柔軟あるある。うん、また完成させるわ。お話し会も明日の明日までなので皆さん待ってます。ツーショット会とサイン会と直接会えるのと一枠なので、ぜひお待ちしております。以上でした。こちら X です、ぜひチェックしてね。13位、やじうまさんありがとうございます。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、よっ、もう一回やらして。13位、やじうまさんありがとうございます。ありがとう。12位、タイピンエさんありがとうございます。11位、しんちゃさんありがとうございます。10位、さとしさんありがとうございます。9位、浜谷55さんありがとうございます。8位、 TM さんありがとうございます。7位、トニさんありがとうございます。6位、ヒロさんありがとうございます。5位、あおあおさんありがとうございます。4位、ピノさんありがとうございます。3位、三一さんありがとうございます。3位三一さん何これなんか3位三一さんありがとうございます。2位、長いよね。2位、きのこのこパパさんありがとうございます。ありがとう。1位、上マンありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。金色タワー、またチクピーでお待ちしております。チクピーとお話し会でね、また話そうね。ありがとう。また金のタワーもお礼するので、ありがとうございました。シング SR さんありがとう。アイス、そう、3位313ってなんかすごくない？ちょっとお昼ご飯も食べてくるね。
バイバイ。ありがとう。さらば。